皆さんこんにちは、クロス太郎です。 YouTube の方はすっかりご無沙汰しておりましたが、最近、本を書いておりました。ビリー・ホリデーの研究を本にまとめてみました。3冊いっぺんに出しましたけども、こちらはビジュアルディスコグラフィーで、ビリー・ホリデーのソングブック、こちらがビジュアルディスコグラフィーなんですけども、ビリー・ホリデーの全盛期である78回転 SP 版の発売されたものを網羅いたしまして、その歌っている歌詞もそっくりそのまま載せております。でこちらがビジュアルディスコグラフィーの2といたしまして、その後の最後の晩年に録音されましたLP レコードの分のビジュアルディスコグラフィーになっております。全て、そうカラーで出来上がっておりまして、非常に綺麗に仕上がったんじゃないかと思っております。Amazon で買えますので、どうぞよろしければお手に取ってご覧いただきたいと思います。さて今日は、こちらの G. バリレラのお話です。私は長年 G. バリレラを愛用しておりましたけども、いろいろその、使っていったり研究していったりしたものを集めまして、一冊の本にしてガイドブックといたしました。こちらも Amazon で出版しておりますので、どうぞご希望あればお買い求めいただきたいと思います。今日はこのガイドブックに沿ってG. バリレラのお話をしたいと思います。ここに、バリレラございます。このバリレラ、いろんな形があるんですけども、まあ、これは全部ユニバーサルのシェルに装着してありますけども、大きく分けるとこのシングルバトンといいまして、針が一つだけのもの、それから、こちらが、トリプルといいまして、後ろのこのバーを、このノブを押して回すと両方についてる、針2の針を選べて、例えば、LP 版も SP 版も両方かけることができるという、優れものでございます。でこちらは同じ、トリプルなんですけども、ボディが金色で、ゴールデントレジャーというふうに呼ばれています。このシングルバトンも、ここのボディが、シルバーのものとこのクロームメッキのものがありまして、何が違うのかというと、クロームメッキのものは、曲用のブロードキャスト用になっておりまして、これが、インピダンスが低くできております。ですからまあ多少繊細な、音がしますよということでございます。まあ大雑把に言えば MC 型と MM 型の違いのような感じでしょうか。もちろんこの G バリレラっていうのは分類すれば MI 型という、分類になりますし、まあバリアブルリレクタンスという独自の形のカートリッジでございます。さて、このそれぞれなんですけども、 G のマニュアルによりますと、このカートリッジはの性能は全て同じだということを言っております。もちろんその曲用のインピダンスの違うものは、多少違うんですけども、内容的には全く同じですと。ゴールデントレジャーも、ただ最初に針がダイヤの針がついているということが違うだけで、カートリッジそのものの内容は同じですということを言っております。この G の、バリアブルリレクタンス型
バリレラと言ってますけども、これの VR 方式、バリアブルリレクタンス方式のカートリッジの特許申請はアメリカで1945年に出されております。製品としては1947年頃から開発者の名前にちなんでバックマン型という俗に言われます IRM の 6C ですとか、クロームメッキのボディである IRM の 8C ですとか、もう少し細長いボディなんですけども、それが発売されております。このバックマン型というのは3ミリのチップがついておりまして、針先はハンダでくっつけられておりますので、素人が針を交換する、簡単に交換するというわけにはいきません。プロの人にお願いして針先を変えてもらうということになります。その点、今回、ご説明いたしますこのバリレラ型、いわゆるバリレラの、シングルですとか、シングルバトンですとかトリプルですとか、こういったものは針先が、自分で個人でどんどん取り替えることができる、そこにあの特徴があります。局でも、放送局でも使われたんですけども、針をどんどんあれ取り替えて、新しい針で、どんどんかけていった、そういうことに非常に、優れておりましたので、いろんな放送局で使われております。ヨーロッパの放送局は、使っておりましたのは、EMT ですとかオルトフォンですとか、ここら辺を使っておりまして、これは、だいたい MC 型ですので針交換が簡単にはできませんで、これもなかなか大変だったと思いますが、アメリカではこのバリレラ、これを針をどんどん取り替えて放送局で使っていたようです。一方、一般的な家庭では、78回転 SP 版から LP 版への移行の時期でございまして、この両方が混在した状態で LP もかけたいし SP もかけたい、そういう要望に応えるべく、このトリプルというのが出てまいりました。これは、このレバーを押して回すことによって2種類の針を、かけることができます。それまで、クリスタル型とか言いまして、この、これをカチャンとこう表裏に SP と LP の針がついているというような仕組み、電池区にそういうのがついていることがあったんですけども、その場合ですと、表裏にありますので磁気の関係で、悪影響を及ぼす恐れがあります。その点バリレラの場合には90度、180度向こうとこっちについておりますので、それぞれ影響を受けないということが特徴になっております。このメタルのジャケットはミューメタルという名前の、メタルでございまして、GE が開発した素材でございます。GE が言うには、このカートリッジそのものは一生持ちますと。よっぽどぶつけたりなんかしなければ一生持ちますというふうに歌っております。針はどうしてもレコードかけますので減っていきますので、針がダメになります。針を新しいものに交換すれば全くカートリッジは新品同様に戻りますということで、このバリレラを扱う場合には針が非常に重要なことになってまいります。針先は、簡単な板が2枚組み合わされておりまして、片方の板を90度ひねって、その先に、針が装着されております。その板の間にはダンパーが入っておりまして、これはピレリンという、
GE の研究所で開発された素材でございまして、ピレリン製の、プチルゴムに近いものなんでしょうけども、ダンパーが3個ついております。さて、前提といたしまして、日本はメートル法ですけども、アメリカなどはヤードポンド法というんでしょう、インチを使います。これは未だに根強く残っておりまして、日本でも昔は尺貫法といいまして、寸ですとか、そういった剣ですとか、そういったものを使っておりましたけども、アメリカでは未だにインチが根強く残っております。ここに書いてあります通り、1インチというのは約25ミリでございます。で、1000分の1インチというのが、まあ、1ミルということになりまして、このミルという単位を使います。で、1000分の1ミリミリは昔ミクロンと言っておりまして、最近はマイクロメーターという単位に統一されております。いずれにせよ1ミルというのは 0.025 ミリという非常に小さな単位でございます。非常に小さな値でございます。さて、針先の1ミル、針先を1ミルですとか3ミルですとか言うんですけども、この場合の針先というのは何を言ってるかというと、針がこう尖っておりまして、この頭のところが丸くなってるわけですね。丸みを帯びています。この丸みの、半径、これを表しております。では図を大きくして、説明いたします。これは JIS の企画で載っているものなんですけども、これがレコードの溝、これこちら側の溝が SP の溝ですね、78回転。こちらの溝、これが LP の溝なんです。で、 SP のこの溝、これのこの幅、これは 0.15 ミリあります。それに比べて LP レコードの溝、マイクログルーブと言われるやつなんですが、これは 0.05 ミリ、3分の1の幅しかないんですね。さて、先ほど来言っておりました、針先の半径、これの単位ミルですけども、これでいきますと、SP のレコード針の底の半径は約1ミル、底辺の1ミルなんですね。それでこの SP 板をかける場合に、ここにありますが、これが針の針先です。これの半径が3ミルのレコード針、これでかけると、ここのところで接触してちょうどいい具合になります。いいでしょうか。さあ、じゃあ LP のこの溝ですね、こちらをかける場合には、 LP の針、1ミルの先端半径、それとこちら 0.7 ミルの先端の半径、それでそれぞれこのような接点になります。古い LP などは1ミルの針でよくかけますけども、例えば、モノラル専門の、カートリッジでも、電音の102なんていうのがありますけど、102なんかの場合には 0.7 ミリのレコード針がチップがついております。ですから1ミリの、例えばですね、1ミリの針先半径のこの針で SP 板をかけると、この底のところにちょうど当たってしまって、ガリガリ音が出ちゃうわけですね。ですから78回転板 SP 板をかける場合には、1ミルではやっぱりちょっと細すぎて、3ミルのレコード針、 2.5 ミルか3ミルのレコード針でかけなければダメですね、ということになります。さて、ここに、
SPO の鉄張りの実規格が載ってます。これは SPO 鋼鉄張りの寸法ということで書いてありますけども、先端球面部の半径、針先の半径が 0.06 ミリと書いてあります。これが、ミルで表しますと今度は 2.4 ミリということになります。したがって、もっとなんか鉄針というのは太いような感じしますけども、3ミリの針よりももっと細いんですね。 2.4 ミリの針先の半径になっております。したがって、この鉄針でもともとかけていた SP 版78回転版の堅調用の針、放送業界なんかで堅調用の針っていうのは 2.5 ミリの針を使います。ですからこれは 2.4 ミリですからちょうど 2.5 ミリ、ちょうどそのぐらいの針で堅調しましょうということのようです。以上がレコード版のグルーブ、溝と針先半径の関係をお話しいたしました。さて続きまして、レコード再生用カートリッジの種類ということを軽く触れます。カートリッジの種類としましては、電磁型、マグネチック型というのと、圧電型、クリスタル型、セラミック型、静電型、コンデンサー型、特殊方式で、光電型とか、可変インダクタ型とかいろんなのがあります。で、まあ主に今流通しているのは、電磁型でございます。その電磁型の中には、ムービングコイル型 MC 型、ムービングマグネット型 MM 型、ムービングアイアン型、ムービングアイアン MI 型というような種類がございます。それぞれの、形はこんなような形で仕組みになっているんですが、まあいわば針先の振動を電気に変えるわけなんですが、その時にコイルが動くのか、マグネットが動くのか、それともアイアンが、鉄のアイアンが動くのか、その違いがあります。で、今回ここで取り上げておりますGE のバリレラ、これはこの分類でいきますとムービングアイアン型に属します。まあ、ただしこれはバリアブルレラクタンス型という、まあ、特殊な形で独特の形になっております。さあ、モノラル時代のカートリッジの代表作というのが、になります。まあ、MC 型の代表でフェアチャイルド、こういったフェアチャイルドから、これはちょっと針の形が変わっておりますが、ムービングアイアン型の、ピッカリング、これはその取り付けのところがちょっと特殊なクリップを、使います。専用のクリップですね。で、今回取り上げております GE のバリレラ、これはムービングアイアン型に属します。で、皆様の今おなじみのオルトフォンがあります。これもモノラルのピンが2ピンのやつもありますし、4ピンのやつもありますけども、まあ CA とか、この四角いのが CA型って、これの細長いのが G 型って言いまして、 CG とか CA とか AA とかいろいろあります。それで我が国の NHK の仕様でございます、これ電音コロンビアですけども、電音の MC 型102というモノラル型と、それから 102SD という、これは SP 専用の 2.5 ミリの針がついた新圧18グラムでかけられるという、優れものです。こういったものがございます。さて、バリレラの構造による分類ですけども、いろんな種類があるんですけど、その中で、
中身はもうみんな同じです。で何が違うかっていうと、違うのは、これこのボディがシルバーのやつと、クロームメッキのやつと金メッキのやつと、この3種類あります。普通のはまあシルバーのなんですけども、このクロームメッキされているもの、これはあの、曲用のブロードキャスト用でございまして、最初からあの針はついておりません。でブロードキャストで使えるように、インピダンスが低くなっております。ゴールデントレジャーというんですけども、これ金メッキされたもの、これは中身はカートリッジの中身は全く同じです。しかしそのゴールデントレジャーと銘打っておりますのは、ここについている針が、ダイヤモンドの針がこれついております。ですから1ミリのダイヤと3ミリのダイヤですとか、そのようにダイヤのチップがついてますよということが、ゴールデントレジャーの特徴です。そして最後に新しい VR2 というのがありますけど、この VR2 もここの、メタルのところが金色のやつがありますので、まあ、ゴールデントレジャーの、VR2 っていうのもあります。ですからそれは、ボディはまあ中身は同じですけど、針先が、ダイヤモンドですよという意味でございます。さあシングルとこのトリプルデュアル、これここら辺と、なんか違うのかっていうと、 GE のマニュアルには、全く同じであると、何も変わりませんというふうに書いてあります。でなぜあのこれが金色の宝物というのかというと、まあ、当時ダイヤモンドチップはものすごい高かったんですね。ダイヤモンドチップ、当時のダイヤモンドチップ、1個で30ドルと言われてます、まあ、1945年ぐらいの話ですから、まあ、40年から50年の話ですから、まあ、当時は日本のドル円の為替レートは360円の頃ですから、その時からまた物価が50倍になったと考えれば50万とかそのぐらいの値段になります。でもう確かにこの、当時の、論評でもこんな高いもの誰が買うんだというようなことが書いてありました。まあ、ドルだけの、貨幣価値の変化で言いましても、1945年から2006年までの、貨幣価値の変化、これはあの、政府から、米国の政府から時計が出てますけども、それでいきましても 11.2 倍ということになります。ですから、10倍以上ですから300ドル400ドルしたわけですね。それでも結構針先だけですから結構な値段だと思います。先ほど来あのボディの違いを言ってましたが、ここにあの T バーがあります。まあシングルバトンというのは、まあ、こう T バーなんかないわけで針を直接刺すわけなんですけども、シングルバトンの場合にはこういう針を、1個だけこう入れたり取ったりできるわけなんですけども、デュアルの場合とかトリプルの場合ってのはこういう T バーというのに、を使います。デュアルトリプルの場合 の T バーなんですけども、これはあの、シングルの T バーといいまして、これは頭が短いんですね。でこれはただこれをピョンと差し込んで、まあ、両方にこれ針がクリップインできるんですけども、あのカートリッジの 裏からこうちょんと押してやって、これを外して針を交換すると2個針が装着できますけども、というTバーです。だからこれは普通のトリプルのTバーで、ここクリップインでこう、出し入れができる。でこれは VR2 のTバーでして、ここに腕がちょっとこう長く伸びております。このようにTバーも3種類ございます。ちょっと面白いところでは、ここにあのTバーの
ティーバーの上のところにこの赤いこのレバーをこれをこうカチンと入れてこうこれを押して回してっていうのをやるんですけども、この場合 LP78 と書いてありますけども、このここの金具が太いの細いのあります。幅が狭いの広いのとこう2つあるんですね。それでこの狭い方の狭い方がまあ LP 側で、こっちが78回転側というふうにやるとこの、レバーがきっちりと収まります。でこの LP 用の方、 LP 用の方ですね、こちらの方はこうひっくり返してみますとここに穴が開いてます。こっち側が、LP 用です。ご覧のようにこっち側がちょっと小さいんですね。こっち側がちょっと広いんですね。まあ細かい話ですけども、このレバーの向きがありますよというお話です。 T バーはこんな風になってまして、スプリングとワッシャーと C クリップというのがあります。でどういう風になるかというと、このように組み立てられてまして、ワッシャーを下にしてスプリングを入れて、C クリップこれをここにはめます。この C クリップを細かく見ていただくと分かるんですけども、表裏があります。裏というか出っ張りが少しありまして、その出っ張りがちょうどこのスプリングに当たるようになってまして、うまくはまるようになっております。これはスプリングがついてますのでよくなくしてしまいますので、ご注意ください。人によりましては大きな、透明な袋の中でこの作業をやると、これを飛ばしちゃってもすぐに拾えますよってなことを言ってました。これはちょっと見にくいんですけど、ハリカバートリプル用のハリカバーですね。で VR2 の方のハリカバーはこんな感じでプラスチックで樹脂の、ハリカバーがついています。 VR2 はこのように足のところが抜き差しができます。片側がこれボディにアースされるように全部がメタル、ミューメタルっていうんですけど、これメタルじゃないもんですから頭の方からこれ持ってきまして、ここにアースするような形になっております。先ほど申しましたこのレバーの前後っていうのは この図のようにこんな風になってまして、前後があります。きっちりとこう収まるようになってます。 GE の説明によりますと、このカートリッジは全てのカートリッジですが、カートリッジはもう一生持ちますと、壊れるところありませんと、コイルのところなんかも樹脂で固められておりますので、まあほとんど、湿気による被害も少ないですし、一生持ちますということを言ってます。ですからダメになるのは針先、針だと。この針を新しいものに取り替えさえすれば、カートリッジはまた蘇って新品同様になりますということを謳ってます。ですから GE のバリラの場合には針が非常に重要だということが言えると思います。装着するときはこの針が非常に簡単な仕組みでこのスタイラスをこうねじってこう作られておりますので、これが結構曲がったりなんかすることがあります。ですからこれをまあ、真っ直ぐにしてやって、ここにポールピースというんですけども、カートリッジの本体のところ黒い鉄の棒がここ2個出てます。でこれの間に、スタイラスが来るように、セットしてやる、これが重要です。このスタイラスがどっちかに触れてたりしますと、ポールピースに触ったりするとうまく再生できません。少しの隙間を空けて、ちょうど真ん中に来るように、針のチップはポールピースより前に出るのが普通ですけども、このポールピースの間にちょうど
両方に触らないように、両方のポルピスに触らないように真ん中に来るように、調整してやってください。ここに図がありまして、スタイラスの摩耗、針先のチップの摩耗の具合がこう書いてあります。針先はこの、針というふうに言いますけども、針のようにとんがってるわけじゃなくて、先はこう丸いんですよと、ラウンドしてるんですと。したがってこのラウンドの、針先半径、これを、針先の太さということで表しますけども、この針先はとんがってなくて丸いんですよということですね。で、丸い針先が減るんですけども、その一番てっぺんのところ、ボールペンのボールが入っているようなボールのようなところですね、ここがこう片べりしていきまして、最後にはこうもう平らになっちゃって、こうなると針はもうダメですと。で、この、ダメになった針っていうのは、これはこうのみみたいにこう、なってますので、今度はレコードを削っちゃったりしますので、今度は大切なレコードを傷つけるようなことになりますので、注意してくださいと。早めに取り替えましょうと。取り替える際は GE の、オリジナルの針が、純正の針が理想ですと GE は言っております。いかがだったでしょうか。さらに詳しくはぜひこの GE バリエラガイドブックをお求めいただきまして、お読みいただきたいと思います。それでは、またお目にかかりたいと思います。ごきげんよう。さようなら。